ここまで来ればもういいか。なんとか逃げ切ったな。大丈夫か、琴葉。うん、大丈夫。あいつらパン1個盗んだくらいで追いかけ回してじゃねえよ。ねえ、ジョン。なんだ？私たち、大きくなってもずっと友達だよね。当たり前じゃねえか。おいらたちは大人になってもずっと友達だ。うん。それにこの棚。あ、それ。おいらたちが生まれた時からずっと持ってるもの。私たちの宝物。これを持ってる限り、おいらたちはどこに行ってもつながってる。私たちの絆。見つけたぞ、クソガキども。やっと見ついた。さあ、盗んだパンを返してもらおうか。け、いや、なかった。琴葉、逃げるぞ。私の声が聞こえるか。誰？おい、琴葉、何してんだよ。よっしゃ、捕まえたぞ、お前は。話せよ。こっちから、こっちから。あ、ディ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 、やめてよ。離せ。さあ、このことだけだよ。なんだこれ。返せよ、返せよ、返せよ。私の声が聞こえるか。私の声が聞こえるか。の声、さっきの、あなたは誰？我が名は凪の姫巫女。この世を滑る者。凪？さあ、私と前で、光の竜姫よ。いや、ジョン、ジョン。あ、うお。あれ、オイラの何してたんだっけ。琴葉？琴葉？ねえ、何すんだよ、離せよ。探しそうだ、トラオ。おい、どこのどいつか知らねえが、このクソガキ、こっちへ私だ。うわっ、うわっ、あっ、うわっ、おい、せんめいよ、のうるん。うわっ、あっ、喧嘩を買うぜ。ふざけ、手出すな。どうぞご存分に。
てんだな。英明こそ相変わらずなよなよしてんだな。今日はここまでにしておいてやる。次会った時は覚悟しておけ。玄庵、行くぞ。わしに指図すぎない。ハハハハ。弟に来やがれ。さて、城へ戻りますぞ、姫。人の話聞いてます？何だ。察しの通り、そのものは姫の生まれ変わりなのですよ。渚様、姫、お控えなされ。あ、ごめんなさい。渚様、どういう意味でしょう。このものは、うつつの世より召喚せし、姫の来世じゃ。来世？なんだそれ、姫の間。来世とは、この世を去った人間が生まれ変わってまた新たな世を生きることです。うん、聞いたことある。確か15歳になった当主が生まれ変わるためにこの世ではない世界に転生して生まれ変わる。あ、ようわからんけど、こいつは姫であって姫じゃねえってことか。姫に無礼だぞ。何はともあれ我らが主であることに変わりない。とりあえず一旦城へ帰りますぞ。さあ姫、行きますぞ。同期、乱説。同期様、ゲアン様。姫が消えたとはどういうわけだ。それが我らにも全く。急にバッて消えたんだぜ、意味わかんねえよ。ロシア、あの言い伝えは本当だったのか。言い伝え？光と闇が出会う時、生まれ変わりし竜子あり。光に竜、闇に虎。光と闇一つとなるとき、すべてを滑る王となるであろう。光の竜があの娘だということは分かったが、闇の虎とは。うむ、それはわしにも分かりませぬ。これが虎じゃ。オロチ様、皆に紹介しよう。虎王じゃ。虎王じゃ。見知りおけ。貴様、これで駒は揃った。陽気、玄庵、豪気、羅刹、光の者どもを惚れ欲し、闇の世へと帰るのじゃ。はっ、行くぞ虎王。はっ。てめえが光の竜か。光の竜、私の名前は琴葉です。人違いです。我の姫と顔がうり二つ。竜姫で間違いなかろう。てめえが消えちまったせいで陽気にあらにねちねちと怒られたんだ。覚悟しな。おい、やめとけ。女相手に手出すとは闇の奴らもしきてんな。んだいろ男、殺されてんのか。てめえみてえなデクノボを一瞬で殺してやるわ。確保しな。んだと。挑発に乗るな、ターン細胞。んだとこら。須崎さん、お久しぶりです。またあなたにお会いできるなんて、この羅刹、至福の喜び。相変わらずキモいね。いやよいやよ、もう好きのうち。照れるところがまた可愛らしい。本当にキモい。今日こそ青龍を殺し、あなたを手に入れてみせます。人の話を聞け。口で言ってもあかんねえなら腕すくでいくぜ。了解です。綺麗を下がるよ。てめえデクノボ、出たこれ。かっこいい。さあ、あなたとお手伝いできるのは光栄です。かっこいいな。一緒だって言ったじゃない。おお、
前が知ってる奴とは違うみてえ。さあ、我が元へ来るがよい。あ、ゼロキ、ねえだろ。はっ、この二人に命を助けたかったら、おとなしくついてこい。おい、ことは言っちゃダメ。姫様、私が行けば二人は助けるの？ああ、嘘はつかん。わかりました。これで我が野望は叶う。さあ、帰るぞ。陽気、始末しろ。行為。助けるって。やるって。バカな女だ、ゲーノ。わしに阻止するな。オン、キリキリバサラ、オン。行くぞ。わしに阻止するなと言うとろうが。スダク、青龍。心配せずともよい。オロチのもとに伝説の光の竜姫と闇の虎王が揃ってしまった。一刻の猶予もない。すぐに二人をオロチのもとから取り戻し、オロチの野望を阻止するのだ。さもなくばこの世は深い闇に覆われてしまうであろう。はっ、行くぞ。セイリー、スザク。お、ハハハハ。
確かに殺したはずだが。俺たちは不死身なんだよ。そうか。では二度と生き返らぬよう切り刻んでやる。Ah!
たいのじゃ。なんで、ナギさんは何でもできるんじゃないの。お願いだから生き返らせてよ。琴葉、あいつんじゃねえよ。オイラはお前の笑顔が大好きなんだよ。だから最後くらい笑ってくれよ。嫌だよ、お別れなんて言わないでよ。8月
23日から8月26日の4日間キャナルシティのすぐそばにありますコンプラザホールにて、劇団エレガントのお芝居舞台公演をさせていただきます。タイトルは挽回博多飯。今回は実在する伊佐牛寿という居酒屋の社長さん佐藤さんを、佐藤さんの半世紀実話をもとにしたお芝居をさせていただきます。今日のようにチャンバラ、カテもあり、はい、ね、ダンスもありのやかやかで実話をもとにはしてるんですけれども、はい、はい、面白い舞台に仕上がると思いますので、はい、ぜひご来場お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。公演させていただいたんですけども、この後ですね、有料で見ながら、有料にはなるんですけども、写真撮影をね、やっておりますので、ぜひぜひこちらもですね、参加お願いしたいと思います。はい、ということで、本日はね、2回公演やらせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。